和田 Q、1962年6月7日対は、日本のレーシングドライバー。GT303 戦、車両1984年に鈴鹿サーキットで行われる、鈴鹿シルバーカップレース NS クラスで、レースデビュー。1987年には、FJ1600 に参戦し、鈴鹿 B、西日本 A の2シリーズでチャンピオンを獲得した。 1989年より全日本 F3 選手権に本格的に参戦を開始し、1990年には開幕戦から服部直樹とのデッドヒートと共にチャンピオン争いまで繰り広げた。1991年には全日本 F3000 選手権にステップアップ。同年からは全日本ツーリングカー選手権にも参戦を開始した。 1990年あたりにカップコンからスポンサードを受けていたが、1994年にはバブル崩壊の余波を受けて、カップコンがスポンサードから撤退とともに全日本 F3000 から撤退を余儀なくされる。しかし同年から N1 対9シリーズに参戦を開始し、1995年にはシリーズチャンピオンを獲得。1997年からは全日本。 GT 選手権、GT500 クラスにランボルギーニディアブロで参戦したが、トヨタ、日産、ホンダの三大ワークスがぶつかり合う中で、プライベーターの和田キューラは苦戦を強いられた。2000年2001年の2年間はランボルギーニによる参戦を休止し、全日本 GT 選手権では GT300 クラスにポルシェで参戦していたが、2002年には、 新型のランボルギーニディアブロが登場したのを受け GT500 クラスに復帰。2004年からは車種を同じくランボルギーニのムルシエラゴに変更して参戦した。2006年からは再び GT300 クラスで参戦。2007年からはガヤルドでスーパー GT に参戦した。2010年より BMac350R に変更して参戦していたが、 レギュレーション変更により2013年よりメルセデスベンツ SLS-AMG GT3 で参戦している。また2005年からはスーパー耐イシリーズにも三菱・ランサー・エボリューション8で参戦していた。キャリア当初は本名で活動していた。2003年から自身のニックネームである和田 Q という名前で登録していたが2006年には再び本名の和田。 久しに戻している。ありがとうございます。